はい、皆様どうもこんにちは。第10回モンハンサンブレイク新ロマン狩り講座、今回はなんとね、このネタ武器に見せかけた愛くるしい壊れ武器、エイミンおやすみベアトリプル Z でやっていこうと思うんですけど、まあぶっちゃけね、ハンマーはライズとあんまり変わっていなかったんで飛ばそうかと思ったんだが、この武器に関してだけはもう完全に別武器に生まれ変わっているんで動画にしていこうかなと。で、対戦相手がマスターランクのビシュテンゴアッシュアンジャナフリオレステオテスカトルっていうもう地獄のような炎属性クエストになっていて、こんなぬいぐるみで本当に勝てるのか怪しいところではあるんですけどね。一応今回の装備コンセプトとしては、ハンマーってあんまり状態異常とね相性いいように思えないと思うんですけど、なんか一発一発の蓄積値がめちゃくちゃ高くて、そこにこのインパクトバースト新技ね、ヒット数を増やすやつを合わせていったら最強なんじゃないかと。まあ、さらにはチャージマスターと睡眠属性強化と福間共鳴の3種のね状態異常を上げるやつで底上げしていって、あとは最低限ハンマーに必要なね集中元凶器 KO 値をつけております。まあ、このぬいぐるみ自体もねかなり攻撃力が高めになってるんで、そこそこ戦っていけるんじゃないかと思うんですけど、ほらえ、いやマジで一瞬で寝るんだけど思ってた5倍速い速度で寝るんだけど、出会ってもう10秒ぐらいの出来事にインパクトバーストはぶったぎっていって、これね、あのインパクトバーストめちゃくちゃライズの時と同じで火力高いんですけど、計4発ヒットだから、まあ、あんまり睡眠残した相性は良くない。さあ、かきりめしが溜まっていなかったんで妥協の普通の空中ためをやりましたけど、ビシュテンガー上にいるんで、これはね、あなんか睡眠に前回のね体験で鉄柱試技を当てたみたいな感じで、自分で眠らしてインパクトバーストを起こして、でさらにはその総流待機状態になったやつにもう一発インパクトバーストをやってからろうみたいな、そういう技を下に立ち回っていく。ビシュテンゴアッシュ久々に見たな、こいつ発売日以来だわ、ビシュテンゴアッシュ見たの。まるで覚えてねえモーション。そしたらまあさっきの一瞬で寝たところを見るに、こいつもおそらくね、あの鉄柱主義のくるくる回転アタック肉弾戦士当てていけば速攻で寝ることになるでしょう。なんか坂道になってるこのくだらねえ坂道で大車輪になってしまうのしょうもない。はい、そうしましたら一回これは一応ね、ハンマーの強化として逃げたし、ハンマーの強化としてはあれになってるんですよ、ためのね、なんて読むんだろう、あれため変化 U が強化されていて、まあ、元からあんま使ってなかったからどう強化されたのかあんま分かんないんだけど、普通に連携攻撃しやすくなったのかな、一発当ててからので、集中をつけてからこのため段階の速さ、普通にインパクトバーストの火力やばいんだけど、パダウンヒットをさあこうやって2回で3度目を、はい、当てて、もちろん睡眠で眠っていく。大体10発ぐらい殴ったら寝ますね。でそこにインパクトバースト、何に当たったんだよお前インパクトバーストの判定よくわかんねえんだけど、マジで今何に当たったの。まあ、でもスタント、うお相変わらずこのなんかサイコパスの丸殴り凄まじい火力してんな。あれだけで余裕で1500ダメージぐらい出てるんですけど、もちろんねハンマーなんでスタンも狙っていきますよ。松ぼっくり危ない福間共鳴のせいでいつ死んでもおかしくないからな。これインパクトバースト、インパクトバーストね、発動時にもやってなんかしょぼい多段ダメージがあるんで、一応ね状態上と相性よくて、さあ総流状態になった。これはギリインパクトクレーターまで貯めれるかな。今度こそ空中の時にね当たり判定地味にあるんだよね、さっきみたいによって。なんでだよもう何が出てんだよハンマーから。あれか、そのおやすみベアのリーチがすげえ短いから、なんか感覚的には当たってないように見えるけど、普通の他のハンマーの武器とさ一応リーチ自体は変わらない設定になっていて、見えない何かがあるのかそこにライズって武器の長さとかないですよね。あれにはあったんだけどね、ワールドとかにはあったんだけど、ワールドじゃね、フロンティア、これ追加してほしいよな次回から。なんで追加しないんだろう、武器のリーチっていう概念めっちゃいいと思うんだけど俺。極長ランスとか使わせてくれよ、超長いランスとか超長い片手剣とかあったんだよ。いや逆に言えばでもめちゃくちゃ短いランスとかも、その代わり火力とかが高くなっている。さあインパクトクレーターがそっちじゃない方に当たってすごい角度でなんかぶっ刺さっている。アンジャラフの頭狙いずれ、
ハンマーもね、なんかだいぶスタイリッシュに変化してしまったから、昔みたいに溜めて殴るだけのヒット&ウェイの武器じゃなくなっている。なんかまともに戦闘してくれねえんだけど。なんなんだあいつら。今のところなんか総流して眠らして寝起きドッキリしてるだけでひたすら逃げていく。もう一個ね、なんかため連携につなぎやすくなる回転攻撃とどめみたいな新技あるんですけど、まあ、あまり使いどころはない。インパクトクレーターだっけな。寝すぎだ。もうクエスト始まってから何回目だよこれ睡眠。さあそしたら今度こそ顔面にインパクトクレーター、インパクトクレーターかなこれ。多段ヒットじゃなかったらマジで超火力叩き出せたんだけど、オッケー。今のとかもね、普通に1ダメージにまとまっていたら余裕で2、3000ダメージぐらいを叩き出してくれたのに、まあ、これがハンマーの最大ダメージなんでしょうがないですね。真のおやすみベアの恐怖はパーティープレイをやってる時に始まるかもしれない。全武器の中で一番睡眠早いんじゃないか。あれさっき言ったね、チャージマスターっていうスキルはゴアマガラじゃなくてガランゴルムのね装備とかについてる特殊なスキルなんだけど、こいつこんなことできた。見たことないモーションのオンパレードなんだけど、ストーリー中こいつ瞬殺しすぎてよく分かんなかったから。でチャージマスターはチャージ攻撃、ため攻撃とかの状態属性値とね、普通の属性力が上がっていくっていう、攻撃じゃなくて状態異常武器と属性武器のね相性が良くなっております。だから一番相性いいのは弓とかそういう系かな。なんかハンマー用につけられたスキルに感じるけど、なんだかんだ弓が一番良さそう。何をもってしてため攻撃に入るからだよ。ライズため攻撃多すぎてランスのためなぎ払いとかにも乗ってくれるのかっていうとかな。太刀のため切りとかこういうところもちょっと詳しく書いてほしいよな。松ぼっくりに殺されそうで怖いんだけど。永遠の笑いものだよこれ、松ぼっくりに殺されたら。ちょっと疑似的な火事場発動させていって、ナイス。これ寝た、あ寝たわけじゃない、弱ってる。あ気絶か、ナイスナイス。いいね、睡眠とスタンド二重の高速攻撃。お前をまた寝た。おいおいおい、4回目だぞもうクエスト始まってから寝るの。状態異常はね、かかればかかるほどどんどん耐性がついてて、もう4回目とかは絶対かかんないようになってるんですけど、このおやすみ部屋に関しては話が別だから、なんでそこあったんだよ。ちょこのクエスト終わるまでにマスターします。全然ライズで多分俺ハンマー一番使ってないんでとか言ってるうちにビシュテンガーシ終わった。まあ、こっからが本番だからな。これテオテスカトルとか勝てんのかよ。さあじゃあ次のねリオレースが出てくるまでアンジェラスも勝っておきたいと思うんですけど、こいつ頭がな高い位置になって狙いづらいんですけど、 V 破壊普通に肉弾戦車の火力やばくない？羽生えた。俺アンジェラスの見た目好きなんだけど、もうちょっと強キャラにしてくれてもよかったよね。ティガレックスぐらいのさ猛者感が欲しい。リオレース出てきて、このアンジェラスがでかいのか。なんかライズのこういう大連続クエストでかいやつ出現率高くなってんのかな。毎回毎回金管サイズのやつがいるんだけど、はい寝た。5回目、クエスト終わる頃にはもうこれ合計10回以上睡眠かましてるでしょ。さっきので完全に感覚はつかんだ。は狂ってる。損とかあるだろこれ、おやすみ部屋の。ちょマジ当たんねえ。どうなっとんねん。はい、ダッシュからの、おいね。あんま変わんねえ、しかもインパクトくれたと軽く。そんな、U の状態では今みたいに、ダブルクロスのね、ブレイブハンマーみたいな感じで、ダッシュ、叩きつけができるんで、それを利用して、まあ、妥協の、クリーンできる。そして起き上がりに、インパクトくれた合わせて、弱ってる。あ、ナイスナイスナイス。吹っ飛ばしてくれた。そしたら、さすがにもう寝ないだろうけど、普通にこのままご利用していきたいぞ。昔はな、なんかこのホームランが一番火力高かったから、それを当てることだけになんか全てを注いでたけど、そんなんとは全く別の武器になってしまった。外すなよあれ、激流走。あ逃げた。あインパクトバーストのね効果時間としては、まあ、体感時間的には30秒から1分ぐらい。なんで体感時間的にはちゃんと計測して教えてくれといったところだと思うんですが、
まあ、正直ね、普通にインパクトバースト1かける目しか使わないんでね、どん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 相手がダウンとかしたときに使っていければと、そこに攻撃判定も重なるんで、まあ大体30秒間隔くらい使っていったらいいんじゃないかな。すっごいどこに逃げるんだこいつ、こんな縦横無尽に立体的に逃げるの。ここで寝るのか、これちょっと見せるか、この圧倒的高所を利用した超高火力インパクトクレーターぶつけますわ。まずインパクトバーストで火力高めて、場所的にはこの辺か、見えねえ、あ、いたいたいた。脳天勝ちまってやんよ、この親戦ベアが。お前は睡眠じゃなく、みんな水穴ってやんぜ、ドラー。気持ちよすぎんだろ。ロマン講座来たわ、ちゃんと。今回この親戦ベアを使うことによって全くロマンないかなと思ったけど、しっかりとね、こういうこともできる。全員あそこで寝てくれねえかな、もうあんな上から叩きつけてくださいと言わんばかりのさ、場所に設置しているカプコンの悪意。そしたら次リオレイスはだいぶきつそうだけど、レイヤーとかだったらね、ガン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 頭狙っていけるんですけど、オールはなんかここ専用の小型モンスターが、なんだっけ名前、あいつら何のために出てきたんだよ。てっきりドスランポスのさ、あいつらバージョンが出てくるのかと思ったけど、謎の小型モンスター、おい。さあ G 級のねリオレイスのなんか追加モーションめっちゃ強いから、当たらないように注意しないと、急に燃やされるからね、突っ込んできて。いやでもこの飛んでるやつを睡眠で叩き落としたいな。まだインパクトバーストの火力乗ってるぜ。フレーム回避、方向フレーム回避は大手のものですよね。た違和感すごいわ。なんでそもそもこの武器切れ味ゲージ白あんねんって話だ。クマに見えた？ハリネズミかなんかかい？いい加減にしてくれ。実はあれ、総流待機時間と違って睡眠長いから、普通にもうかけり虫1ゲージ溜まるまで間に合う。でテオテスカトルが出てきてるので、インパクトクレーター当てて向こうまでリオレス運んでいきたいな。当たるでしょ、オッケー、両方当たっていく。1700、かけり虫取ってから手を、マジで。まああいつ頭当てやすいっちゃ当てやすいだろうけど、ちゃんと総流とかでダメージ稼いでいかないと大変なことだ。もう出ちゃったよ、また。いつまでたっても感覚つかめねえよこれ。はい、そしたらリオレースの総流バカ強いんで、一回ここで手を痛めつけておきましょうか。このループが強いな、なんか連続クエストだとさ、とりあえずまず会ってから1睡眠取ってインパクトクレーターで確定で総流まで持っていって、でその後に総流から相手をダウンさせて、でそのダウンさせたところにまた睡眠させて、で同じ流れですインパクトクレーターで総流してっていう、そこまではテンプレ化してるおかげで超絶戦いやすい、安定したね。ニュートラルでの戦闘がほとんどない、ニュートラルでの戦闘がほとんどないモンハンはいかなるもんなのかってところなんですけど、しかもあの総流の赤いかけり虫取ってるわけで火力が高い。いえ、ここにさらにねハンマーの気絶まで合わさってしまうもんだから、モンスターたちにターンは回ってこねえぜ。インパクトクレーター、寝てる時以外もねインパクトクレーター溜まってたらもうガンガン、ちょっと待って、ここの坂道、斧だ、斧の坂道、いい加減にしてくれ。ちょっとの坂道でもなんかハンマー溜めたらこれなんかスライディングなっちゃうんですよ、ありがた迷惑。激流走やめろ、落ち着け落ち着けよ、いいな、まだだぞ、まだ早い。猫の攻撃はなんか起きないけどガルクの攻撃は起きるんだよね。でそしたら今度こそ完璧に掴んだインパクトクレーターで総流状態持っていく、まあ、ここまではもう流れ作業だな完全に。あいつ激流走当てる気ゼロだろ、目ついてんのか。そしたら、まあ、リオレース先に借りましょうか、近くにいるんで。いやこの総流とかいうシステム次回作以降どうなるのか分かんないけど、まあ、最悪総流なくなってもいいからかけり虫っていうシステムだけ永遠に残してほしい。受け身がないモンハンとか俺たちもうできねえよな、
ライズから何が一番抜かれたら辛いって思ったら、まあ、入れ替え技がなくなるとかも辛いけど、かきり虫なくなったら鉄柱引き全部なくなることを考えたら、やっぱかきり虫は残るよな。ちょっとワールドとかの世界観にこの虫の要素がどう、いやでもあれなんかワールドも道しるべの虫とかいっぱいおったから大丈夫か。ワールドベースで出てほしいですよね、また新しいのが。だからやけにね、サンブレイクは、サンブレイクってライズはワールドのモンスターを全然出してないから、せっかくなんか魅力的なコリューとかいっぱいいるのに。スタン取って、あえてその辺を全く出さないところを見るに、絶対ワールド2開発してますよね。カプコンの虫好きは何なんだろうな。操縦痕とかしかりネタこれさ、パーティープレイとかにおすすめしたけど、毎回こんな頻度で狙ったらうぜえだろうな。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってみたいな。最近のモンハンはね、なんか寝てる最中でも全然攻撃しても大丈夫になっちゃったんで。昔はね、本当にみんなでプレイしてる時に寝たやつを起こした時の気まずさったらなかったよ。ハイガのフィンスパイクとかでさ、懐かしいな。ハイガのフィンスパイク、ハイガのフィンスパイクとかいう睡眠片手剣で闘技場のラージャン2頭を倒したのは俺だけじゃないはず。本当にちょっと寝てから攻撃当てただけすぐ起きちゃってたんで、今寝るまでのモーションめっちゃ長いからさ、ガン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 殴っていけるんだけど、昔はねダウンモーションと全然見分けつかなかったせいで普通にみんな起こしてたんだよな。いやなんかあの時の、またなんかおっさんみたいな話になっちゃうけどさ、子供の頃の純粋なプレイスキルが全然なかった頃のモーハンもっかりして、一人また寝たら一人じゃモンスターが倒せなかったあの頃の気持ちモーハンして、さあそしたら今回何回目かな、インポイントかけていまだに感覚つかめても最悪の結末だよ俺。一応ねハンマーにもカウンター技あるんですけど、なんか A ボタンで相手の攻撃を受け止めるみたいな。あーこれあー危ねえ、超くだらねえんだよな今の GQ モーションですね。あれかっこいいよな、ザ・ドラゴンって感じがして。さあじゃあなんやかんやしてるうちにレウスがレイのポジション行きましたね。これアンジャナフの墓場、そこにいたらお前も同じ目に遭っちまうぜ。みんなここで寝るようになってんのかな頭にぶち当てて、ここか。さあ運命の瞬間、この時のためにハンマー使ってって言っても過言じゃねえぜ。死ぬー、頭取ったあでも死なないせっかく頭ぶち当てれたのに、くっそまだ粘るか、相当弱ってると思うんだけどな。あー今死んでしまう、だったらさっきので死んでくれよ。よしあと手を一体、インパクトクレーターもさ、今みたいになんか高ければ高いほどダメージをアップさせてくれる、そういう機能欲しいですよね。はいじゃあね、ラストテオニャン、ちょうど1番に降りてくれたんで戦いましょうか。かっけえな、いってやばい、助かったぞ。こいつもね GQ1 回しか戦ってないんで、モーションがだいぶつかめてないところなんだけど、コリューはね3つぐらい新モーションもらってるんですよ。さあスタン取っていって、こいつって動画で俺コリューと戦うの初めてか。睡眠属性入った、おいやりやがった。でも回復がね全然回復が足りてないんですけど、ライズの新コンテンツってあれでしたもんね、オーナズだけじゃなくてオーナズとクシャルとテオが全部一気に来たんでしたっけ。これはスーパーノバ出た、おーい大迫力、砲あたりから追加された技ね。さあ泥酔転がして落として、サンブレイクのアップではいつ来るんだろうな。ライズの時オーナズが来た頃にはなんかもう飽きてたからおそらく今回もアップデートが来る前に飽きちまうんだと思うけど、これちょっと一旦逃げます死を覚悟した俺今死を覚悟して、あまりにも回復がないところ、おやすみはかわいい、回復なさすぎて一物クラブ出ちゃったわ。なんかさっき拾った、これが正しい一物クラブの使い方な、緊急脱出用。カイカも新しいの出るって書いてあったから、ナルガ希少種とバゼルの特殊個体以外にも星5の怪異化とか出るかもね。
今のところナルガとかトビカガチはその辺で止まっているんで、ビリオロスとかね、普通にリオレスとかティガレックスとかもう一段階強い、コリューの怪異化とか来たらもう考えただけで地獄なんだから。怪異化してない段階でこんだけ強くてさ、怪異化の強化幅はマジ半端ねえからな。普通にナルガとかでも15分ぐらいかかる、あの雷属性の最強チャーク使って。 HP 調整狂ってる。やばい、なんかもうクエスト始まってさ25分経ってるんだけど1クエストでこんなに時間かかってんの初めてなんだから。いくら4等クエストとはいえ、お休みベアまさかとは思うが火力出てない。ハンマーの火力ってこんなもんじゃない。あんまりそんなこと思いたくないんだけど、一応数値上はかなり、あ、でも弱ってる、かなり出てるし、この、まあ、ぶっちゃけ睡眠と合ってねえんだよな。睡眠の後のインパクトクレーターがあんま強くないせいで、問題はそこなんだよ。これはスタンか、なんだ、普通の頭なんか。いいね、頭殴ってダウンするやつは両モンスターこうやってたら終わりましたね、これ。さあ、まあ、じゃあ一体だいたい7分ぐらい、最後テオにめっちゃ時間かかったんだけどまあお休みウェアね、トリプル Z こんな感じの性能になっておりますと。お休みウェアをね出すのに、なんかまず寝ている青柱の写真を撮らないといけなくて、多分大体の人がそれやっていないと思うんで、そこから始まると思うんですけど、その後に変なギャルみたいなやつのね依頼で特産キノコ取ってこいって、ギャルが特産キノコ取ってこいって思ったら、なんかそれ下ネタじゃねえかあれそれでお休みウェアのね、強化先ができるってカプコンもいやらしいこと考えるな。そういうサイドクエストがあるんで、よかったら皆さんやってみてください。で、今回の装備スキルは攻撃力のまあいろいろと睡眠属性強化とか限り見つかりとか KO 集中ぶち込んでいって、でチャージマスターとね福間共鳴は2と1で全然足りるんで、皆さんもねよかったらこうやって組み合わせてみてください。チャージマスターをレベル3にするにはガランゴルムの装備3つ装備しなきゃいけなくて、福間共鳴がつけれなくなってしまうから足だけで十分だと思います。それではね、次回最終回サンブレイク総中婚でね、エンサなんとかのマガイマガと戦っていこうと思うので、そちらたま、これの大王国やったテオの頭作れるぜ。それでは高評価とコメントとチャンネル登録だけ絶対によろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。